霊子は、ムクロジカの果樹。特にその果実は、ライチと呼ばれる。一族一種。中国の南南地方原産。万霊詩及び万霊子科は、メレベルより上で異なる別種である。常緑鉱木で、葉は、偶数上腹葉で護生する。花は、黄緑色で春に咲く。果実は夏に熟し、表面は赤く鱗状。花皮を剥くと食用になる。 白色半透明で多重の果肉があり、その中に大きい種子が一個ある。上品な甘さと香りから中国では古代より珍重されたが、保存が効かず、来地は枝を離れるや、1日で色が変わり、2日にして香りが薄、3日後には色も香りも味わいもことごとく尽きてしまうと伝えられる。ヤギヒがこれを大変に好み。 カナンから都長安まで早生まで運ばせた話は有名である。中国語での発音はリージーで、俗名もこれに由来する。英語のライチーは、関東語、ビンナ南ン語、台湾語風にライチーと発音することも、普通和風にリーチーと発音することもある。弱酸性で水はけ、水持ちの良い土を好む。生育器は、たくさんの水を必要とする。 冬はやや乾かし気味に育て、貝殻虫や肌にを防ぐために、葉水を霧吹きで与える。越冬可能な温度は0度以上であるが、確実に越冬させるには、年最低気温が5から10度以上の環境で育てる、必要がある。また、積雪や欠氷、霜に非常に弱いために、自家植えできる地域は限られており、寒い地域で栽培する際は、鉢植えかつ室内で、 温度管理をするのが主流である。日向で栽培することが望ましいが、小さな苗の場合は、生花時は半日陰で育てる方が良い。成り息の場合、2月から4月に開花する。自然界では蜂やアリなどが充粉するが、栽培では人工的な充粉を行う。10度以下にほとんど下がることのない地域でも結実するが、品種によっては、 現当時に5から10度の環境に100から200時間程度当てる必要がある。大規模な商業的な栽培は生育期の春から夏に高温多湿でタウでありながら短い冬が存在し無双地帯で年最低気温が氷点下に下がらないことが条件となる。そのため栽培に適しているのは熱帯に属する地域のうち給料。 高原地帯と温帯化う気候、温暖湿潤気候の地域のうちそれぞれ、亜熱帯気候のみとなる。この気候条件を満たす中国南部の河南から、四川省南部、雲南省にかけての地域、台湾、タイやベトナムなどの東南アジア、オーストラリア北部、フロリダ、ハワイ、レイユニオン、マダガスカルで、商業的な栽培が行われている。日本国内では、沖縄県、鹿児島県、 宮崎県などで小規模であるが栽培されている。主に中国等から輸入されたものがスーパーマーケットなどで入手できる。中国産の生霊誌は種が小さく果肉が多く風味豊かとされる。他の中国産食品と同様に安全性が重視されており輸入検査などが強化されている。国産は 九州以南の暖かな地方で生産されたものがごく少量出回る程度である。生食のほか、アルコール類のフレーバーとしても広く用いられ、ライチリキュールはよく知られている。未熟化が含有するヒポグリシンは、人の糖心性を阻害して低血糖症の要因となる。インドの貧困層で幼児が未熟なライチで空腹を満たし、低血糖から農園にいたり死亡する事件が、 頻発している。これは症状が感染症に酷似することからかつては未知の病原菌によるフード病と考えられていた。ありがとうございます。